ーハートのおこぼれハートのおこぼれ心臓ドクドクハートのおこぼれやっはらお皆さんこんにちはみやびんです最近ののハート <laughs> みんなしがちはい今日はこちら HZ サウンドの新疆ハートミラーのイヤホンをレビューしていきたいと思いますなんかすごいかっこよくないなんかおしゃれじゃん はい、い,い文字お願いします。ノーイズ。ニャン。ノイズ。ノイズ。ええー、皆さんね、一応編集段階でノイズカットしますけども、今日なんかね、あのー。ライトのね、照明の。うんはい、ファンが。ブンマーって、なんかシャーってずっと言ってるので。<laughs> ええ、ちょっと僕もモニターできてるんですけど。ええー、全部消えてなかったら、ごめんなさい。まことにぴえんぴえん。 わけでえっとね HZ サウンド、はい、ハートミラー「心境」って「心の鏡」そのままなんですけど <laughs>、えー、こちらね、えー、10mm のカーボンナノチューブダイナミックドライバーでねこれイヤピがね、うん、えっとね3種類入ってるんですよね<ー>開け方がおしゃれでね中もおしゃれでねここで,でこれを開けるとねケースが入って<ろ>またあなたが好きそげなケースが入ってまして天気下さいわ 開けるとですね、えー、イヤーピースが、えー、3種類ウレタンとこれ3種類あって白と黒とウレタンで音が全部違いますへえ<ー>で白は音悪かったんで今回黒の使ってます、えー、ウレタンはやめてます小さえちっちゃかったんであそうなんだうんなので黒でいきますなんかこの第一印象私結構今好きだからそうなのこれちゃった一れ惚れ一目惚れ交際申し込む 申し込むマジででもでもたいくんいるからじゃ,あじゃあ俺捨てられるの DA1 いるからね<俺>ヘラル俺捨てられるの <laughs> ヘラルドうんまあいいやえっとえー、っとじゃあ僕のターン嘘です早っ <laughs> びっくりした <laughs> 今えっとケーブルもね品質が良かったので付属のケーブルでえーヒリス様の d h 八十 s で聞いていきますがえー頼もう ね、最近ちょっと音が出たりするんでシングルエンドで DHUS で原因はねどうしようかなミットでいきますはいえーと電源入ってますねえー、じゃあね、えー、ブラックピンクさんで、はい、ラブセックがあるボリューム言ってね <laughs> はいちょっとちっちゃくする おーこうなんかボーカルがスコーンと抜ける感じはい平井大さん「ス,ラあスタンバイ・ミー・スタンバイ・ユー」今「スラムダンク」って言おうとした、うん、そうですあー平井大さんちょっと音量下げようかな。 うんあこれだったら若干刺さりそうで刺さらないっていう感じがあるはいあら失敗したえー、っとワニマさんでともにうんそうね刺さらないけどちょっとなんか疲れちゃう中高域って感じはい シミショさんはおタカさんでガーテンコールうんなんかすごいバランスはいい音と音じゃない音とオ、OK、ケのオケ、OK? 違うボーカルのバランスはいいと思うはいえや、ー、しさんで夜なでる目の うん。あこれぴったりだね。いいね。はい。えー、コールドプレイ BTS です、ね、マイユニバース。うん。ちょっと音量上げたい。ああ。ああ、ちょっと。 厚みが弱いかななんかスカスカ感が感じられちゃうけどでもうんはいはい感想どうぞなんかなんだろう結構なんかダンス曲とかはなんか意外といいなって思った、うん、けどちょっとなんか パンチ弱いかななって感じでなんかに曲によってはちょっとスカスカ感感じられたりはするけどでもなんかこの中高域感があるからそういう人にはなんかいいのかね。ね。私はどうだろうなんかね難しいなんかいいしでもなんか考えるって感じなんか難しい今回これ何かねすごい化けるわけじゃないんだけど なん,かどうなんかこうグッとくるもの別なかったから、うん、でもなんかでもキレじゃないしなみたいな感じ、うん、あざとい系イヤホンあざとい系ですね。はい、えー、というわけで僕のターンですが音質行ってきます。はい えーはい、広域はカリッとしたクリアな広域で解像度も高くて5,000円あ言っちゃった、えー、えっと5,000円台なのにきちんと平井大さんの皆さんが大好き、えー、聞こえるか聞こえないか選手権やっている、えー、平井大さんのシンバルの音もちゃんと聞こえました。はいえー、でミッド中域は解像度も高く定位も良い中域で自然さがあって定位感もよく伸びもあります。 でロー低域は必要にして十分な自然な低域でビシッとアタック感もあります。ミドルベースも掴みやすかったです。で、音場音上は左右に広く上下は狭いですで。空間は中高域が伸びていって余韻もありました。で、まあね。 非常にクリアでナチュラルな音でバランスが良くて、まあ、あのね、まあ正式な価格後で言いますけど、5000円の音とは思えない感じな音をしてます。で、どちらかというと、硬い、硬質系な硬い音で、ウォームではないんですが、ムーンドロップほどではないです。はい、感触系で。で、まあ、ボーカルメインに聞かせてくれて、広域も綺麗に抜けていくっていう感じの イヤホンになってますただただ多みやびがあざといって言ったのは音に厚みが若干足りませやびん、うん、先生は音に厚みがないと「え、うん、ってこないので厳しいですただこの人ボーカルちゃんと出てるし、うん、中高域に抜けてただまあ上向けじゃなくてまあどちらかというと硬いクール系の音なので硬、うん、いね確かにまあモニターイヤモニっぽいのに味付けされてるっていう感じです。うん でまあね付属品もさっき見せましたけど豪華だしケーブルの品質もいいのでまああとはイヤピを自分の好みのものにつけて変えていけばもういいんじゃないかなとうん、うん、いう感じのイヤホンで、はい、でビルドクオリティもね良くてね、まあ、小ぶりで金属で質感もよく、うん、まあいい感じだと思いますなので えーっとね一応価格を言っていきますかはいえーっと HZ サウンド新居ハートミラーアマゾンで5590円ですうんまあまあ値段的にも、うん、この値段ただこの値段でえー、っと平井大さんのカンカンカンがちゃんと聞こえるので、うん、まあ菊水さんは <laughs> これ買って聞いてみるよう、ね、<laughs> 僕が聞こえるの 確確実に確認してますので,、はい、でもしこれで菊水さん聞こえなかったらあなたの耳が悪いっていうそれで諦めてください。はい、なそんな感じでねもうね最近ねもうなんか平井大さんし裏に隠れた「ライドシンバルカンカンカン」うん、まあ他にも隠れてんだけど、うん、平井大さんの曲は高域にすっげえ<ー>中高域にいろんな音隠されてるんだけど。 一番わかりやすいカンカンカンがね言ったらみんなが聞こえるか聞こえないか選手権を日々やってるので今後もレビューでまあブームが終わるまでは「これ聞こえましたよ」とか「これ聞こえませんよ」っていうのは、はい <laughs> ま、たブームあったんだ、うん、やろうあこれね知らない人、えっと、平井大さんの大体42秒からとあと1分過ぎたあたりからえっとね「カン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 」ってね右から聞こえたり左から聞こえたりするのにあとじゃ聞いてみたい、うん、あのねライドシンバルをね この辺でこう「カンカンカン」っていう音が入ってて、うん、それが広域の解像度が低いと聞こえないやつがあって、えー、聞こえるやつと聞こえないやつ俺そこで解像度とか判断してる、えーえー、当然 T301 とかモニターヘッドホンだと聞こえますそれはドラダンさんも確認してくれてます、うん、あ聞こえたって言ってくれてるんで、うん、当然モニターなんで聞こえるんですけど、うん、えこういうねイヤホンも解像度とか重要になるんで。うん えー、聞こえるか聞こえないかのチェックに使っておりますあの曲は実は。と、はい、いうわけで今日もなんか早く終わりそうですけど雅、はい、さんはこちら「越前サウンド新居ハートミラー5,590円買いますか買いませんか?買いま」。 っていう感じ。もうそれに尽きちゃうなあとまあスカスカ感がねちょっと私の中では感じられたかなっていう感じだったので、うん、そんな感じでございますが、はい、ひもじいさん HZ サウンド新居ハートミラーこちらは売りますか売りませんか売りまーせん、うん、まあそれは値段考えて5,000円台としてはバランスの良い結構いい音してるからという結論でございます。うんうんはい 値段な値段よりいい音はしてるので、うんうん、でワンダイナミックドライバーだし僕の好きな、うんうん、まあいいんじゃないですかっていうイヤピーマンも三種類付いてるし、ケ、うん、ーブルも品質高いんで、まあリケーブルもできますし、二ピンです、えー、なので、えー、いろいろ試してみるのもありかと思います。はい。というわけで私はトランシュ。シシシチュ。はい。もうちょっとねこうスターンってくる心にね。 ズド,ドンと来たたらねねすすごい買いい買ますだったなーっなていう、ね、ちょっとね第一印象よかったからね惜しいなと思ってその第一印象もよかったからこそねちょっと悩んだんだけどやっぱもう音,音的にはやっぱもっ、ね、仮パクするってなっても多分聞かないかなと思ったらこの人に知ってたからねもったいないからね今回はね「買いません」っていう結論にしました。 はいでも好きな方多分好きなんじゃないかなと思うのでえー、他の方ぜひともチェックしてみてください皆さん今日もありがとうございましたよかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いしますじゃあね